やハロー、どうもこんにちは。アニメリアク職人ことマジラドキニハマです。はい、現在6月27日月曜15時25分ですね。はい、今日で、4年9ヶ月ぶりの一人暮らし6日目となりまして、3日後の、夜8時ぐらいまでは一人暮らしね、十分に満喫しております。部屋で声を出してリアクションが撮影できる、最高です。で、ちょっと昨日一昨日はね、できなかったんですけども、ちょっとできるうちにやっていこうと思ってね、今日もですねアニソン歌ってみたファーストテイクチャレンジしてみたいと思いますが、はい、今回あの日見た花の名前を僕たちはまだ知らないのオープニング、青いしおりですね。でもあの花見たんてもう2年前の何月やろ。一応最終回のリアクションだけ残ってますんでね、概要欄に貼っときますね。はい、ってことでめちゃくちゃ久しぶりに今5回だけ聞きました。5回。まあ、ちょっと大変ですね。5回で覚えれるかは。まあ、ちょっとやってみたいと思います。もちろん歌うのは初めてですよ。じゃあ行きたいと思います。YouTube 公式から、アニプレックス公式から上がってるオープニングの動画です。いきます。3、2、1。何ページも費やして綴られた僕らの気分、どうしてか一行の空白を埋められない、押し花のしおり挟んで君と転がす使い捨ての自転車、忘れかけのレンガを積み上げた場所に行こう。海を見渡った坂を駆け上って。怖いくらいに青い空と右手に咲いた。左手はずっと君を探している。そうやって今は僕の方へ問い詰めることもなくて、まだ二人はすぐそこにいるのに、どうかまた会えますようになんて、どうかしてるみたい。あかん、覚えられ。ちょっとこの、うん、あかんね、B パート、C パートサビね、覚えられへんなぁ、5回では。まあ言い訳しておきます。はい、皆さんもちょっとね3回とか5回でちょっと覚えられるか、これなかなか3回5回とかで覚えられる人ってすごいと思いますよね。その1回でましてやね、なんか完コピできる人とかってえぐいですね。どういう脳をしてるんでしょうか。はい、まああの花はもう最高のアニメでしたね。僕はねアニメ見始めた頃にね、あの泣けるアニメといえば何かなって検索して、出てきてですね、見たんですけども、もうねこのアニメで戸松遥さん好きになりましたからね。あの8話のアナルのね、安城ナルコのあのビデオ屋のシーン、あそこ最高すぎて、まあもちろんその後のもう最終回ね、もうずっとボロいかれました。確か最終回のリアクション動画が残ってるはずなんで、あのあれば概要欄に貼っておきます。はい、ということで、アニソン歌ってみたファーストテイク、今回はあの日見た花の名前を僕たちはまだ知らない、青いしおりでした。はい、よかったらチャンネル登録高評価、いやちょっとこれはあかんかったね、覚えてなかったな全然。すいませんでした。はい、まあよかったら高評価ね、チャンネル登録コメントなどお願いいたします。はい、最後までご視聴いただきましてありがとうございました。僕の詳しいことはこの名前で検索、もしくは説明文見てやってください。9月に驚きの発表がありますよ。それでは失礼します。ありがとうございました。